でかいエリーゼ、予想以上に良かったね。本当エリーゼが良い人すぎて、最後また死んじゃうところがめちゃ悲しかった。でまた元の世界に戻ってこれた時の嬉しさがこっちまで伝わってきて良かったです。やっぱり石川さんの声いいし、オープニングもなんか昔っぽくてめちゃ良かった。来週も期待です。以上、でかいエリーゼのお話でした。